リラック屋の花澤です。今回はこちらの背骨の歪み直し体操という本を参考にして少しの強化をして全身の歪みを調整し上半身の筋肉を柔らげて柔軟性を出す、そして歪みにくい体を作る四股立ちとその応用編、基本編と応用編をご紹介いたします。それでは基本の四股立ちをご紹介します。足を大きく開いて足先は真横に向けます。そして指先をこう踏みしめるようにして安定させますね。ちょっと指先をギュッと握るような感じですかね。地面にしっかり安定するように足先に力を込めてください。そしてこの上体は前に倒れないように気をつけながらそのまま腰を落としていきますね、はい、で太ももが床と水平になるぐらい、そして、膝は直角ですねに曲げます、はい、で両膝に両手を置いてで後ろの壁と背中が、平行になるようにします。これが基本の四股立ちです。できない人もやっているうちにできるようになってきますので頑張ります。今度はその四股立ちの状態から肩入れをやっていきます。これ応用編ですのでできない人は無理にやらなくて大丈夫です。できるようになったらやっていきましょう。このように体勢はキープして肘を伸ばして肩をこう股の方に向けるような感じでやっていきますね。反対もこれをやることで股関節と上半身が柔らかくなってきます。まあ、もちろん足腰の強化にもつながります。また足の指先を使う非常にいい運動になりますね。上辺にです。今度はこの矢印ペンのように上体を横に揺するという動作ですね。下半身は安定させて四股立ちはキープしつつ、上体も前に倒さずにですね横に揺らします。これも下半身の強化と上半身の柔軟性をつけて歪みを取れやすくする作用があります。肩甲骨とか股関節が柔らげますね、緩んできます。きついですけれどもいかがですかね。やってみてください。